なので、まあ、ノーゴールは残念ではあるかと思いますが退きます。安藤が入っています。さあその安藤いきなり決めた、同点セレッソ。なんと入ったばかりの安藤です。2対2。いやーこれは驚きの安藤、入ってすぐ結果を出しました。2対2、セレッソ大阪有に U3追いつきます。今この安藤がボールをもらって前を取ってそのまましっかりゴールキーパー吉田駿の動きを見ながら流し込みました。安藤です。いやーこれで追いつきましたセレッソ。安藤、これファーストタッチでのゴールかというそんな